またつまらぬものを切ってしまった。小林幕府。龍介将軍は趣味がなく、退屈な日々に飽き飽きしている。そんな龍介将軍の心を満たすべく、家臣や流れ者があれやこれやと新たな趣味を提案する。趣味特技発見トークバラエティ。合言葉はいい趣味作ろう小林幕府。始まり始まり。大名の者たち、ごきげんよう。今回も新しい趣味を求めていろいろ試していきたいと思います。なんかどんどん小道具が増えてくるよね。今回はね、何をするかというと、なんと脳トレにチャレンジしていこうという話でございます。脳トレね、今勝手に俺界隈では少し流行ってるんですよ、脳トレが。いかんせん僕も34ですよ。そろそろちょっとそういう訓練をしないと、あれこの家臣の名前なんだっけ往々にしてあるような年になってきちゃってるから、まあいろいろね、あの試したりしてるんだけど、今回は家臣一押しの脳トレ、まあ脳を鍛えるゲームをやっていこうということなので、今回は脳を少し若々しくしていきたいと思います。さあ早速脳トレを始めていきたいと思います。右手をグー、左手をチョキ、あ、チョキの上にグーを塗チョキの上にグーチョキの上に、あ、これでカタツムリ、はい、あ、これでカタツムリを作ると、はい、ほ、入れ替えて、はい、あ、こういうこれをテンポよくって感じですね、やって、え、思ってたのと違う、結構、え、これが脳トレになるの、そうね、結構意外と、うっすでー、意外と難しいです。せーの、はい、え、結構簡単にいけちゃいますね。ほいほいほい、あー、なるほどね、途中でちょっと難しい、はい、あー、しかも逆転してきた、はい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 、あー、なるほど、はい、意外と難しいですね、はいはいはい、あ、でも、はい、すごい、はい、あー俺脳よりさ、筋力使ってるちょっと空手だったもんでさ、グー作るとめっちゃ握りしめちゃう癖があるんだよ、はい、あ、なるほどって感じ。終わり？はい。え、次は右手はピストルの形、左手は人差し指と親指で輪っかを作ります。あ、こう。はい。な。なるほど。これを左右入れ替えながら連続でやります。あ、なるほど。あ、なるほど。輪っかを打ち抜く的な。なるほど。せーの。こう。こう。はい。こう。はい、こう。あ、すごい、ね、おすごいすごい、あの、ちょっと待って、何もすごいことないべ、え、まあ、でしょ、嘘だろ、すごい、僕できないです、君たちいくつよ俺より、え、あ、上下下ですね、若者ちょちょ、みんなその場でやってみ、せーの、ほい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 、あれ脳トレする必要ないこれ。出た、じゃんけんで後出しして必ず負けるという脳トレ、はい、まあ、つまりだから相手がグーを出したらこっちはチョキを出さなきゃいけない、逆にテンポよく負けていくってやつですね、はい、はい、せーの、じゃんけんぽいぽい、あぶね、じゃんけんぽいぽい、あーオッケーオッケー、準備運動終わったよ、よし行きましょう、はい、じゃんけんぽいぽい、じゃんけんぽい、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 じゃんけんぽい、ぽい、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 どうしよう、すごい、慣れたらね、すごい、すげえ、でもこれは脳使ったわ、今ね、脳のカロリーをなんかすごい、うんカロリー使った気がする簡単な計算式を家臣から言われるので、指でその式に出てくる数字を表しながら計算の答えを発表します。でも言うて僕理系ですからはい、 2×3 は6、 4+2 は6、 2×2 は4、 3×2 は
6。4×2 は掛け算出す方が難しい。もう適当でいいんでしょ。適当でいいです。その代わりあれだよね、10を超える数字10を超えちゃダメ。2+5 は7。3+2は5。お、5。あ、なるほど。4+3は7。2+2は4。1-0。1マイナスした。いいよ、どんとこい。これは完全にマカサカズくんの脳トレになりました。過信が難しい。過信が手ごずい。僕は違う意味でハラハラしながらやる。さて、今日は脳トレをいくつかチャレンジしてみました。ね、あんまり体を使うことはさっきも言ったけどやったことがなかったから意外と楽しかったですね。本当にね、ちょっと今自分のパワーの制御ができないことに俺はイライラしている。なんでこうニーみたいなこんなピーってやらなきゃいけないのか。まあでも一番疲れたのはやっぱじゃんけんかな。あれは本当に頭使った。ということで、はい、また少し脳が若返ったと思います。さて、この脳トレ僕の趣味にはなっているので、まさかずくんの趣味にさせます。はい、はい、まあさっきも言ったけど、軽い脳トレはもうゲームでやったりしてるので、まあ別に趣味しようとしなくても日常的にやってるから。でもそんな僕の脳の回転の速さについていける家臣でなくてはいけないと思うので、この番組では皆さんからの感想をお待ちしております。ハッシュタグ小林爆風をつけてじゃんじゃんツイートしてください。感想以外にも僕にやってみてほしいこと、こんな趣味どうですかという、ことも言ってみてください。YouTube とニコニコ動画で配信されているニジスタチャンネルもぜひ登録の方よろしくお願いいたします。それでは大名の皆の者、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。じゃんけんポン。 Mm-hmm.